はい、スノコトークショーを始めたいと思います。で、選手紹介です。で、僕が、エクセリー・アールマジック・ディワレーシングのミキです。続いて、はい、チーム RE アメニア、グループ M 松井亮です。うるせえ。あ、出た。いいよ、大悟。最後です。そうだね。最後。ああ、はい。ジャッジの岩井です。はい。暗いね。暗くないし。で、今日、まあ、僕たちの一応成績で、僕はまあ一応今年からアールマジック入らせていただいて、やっと予選を昨日通り、今日もやっと水槽に残ることができました。で、これからどんどん勝てるように頑張っていきます。続いて松井。はい、僕はですね、昨日の予選、残念ながら敗退で、今日明日分の分の予選が、朝一だったんですけども、多分ちょっと点数が伸びてないんで、僕の、今週末は終わったかなと思ってます。まだ決まってないんですか。まだ出てないっけ。出てないでしょ、あれ点数。でもあんな点じゃね。そう知らないでしょ、でも、まあ、ちょっと多分点数的には厳しいと思うんで、まあ、僕の気持ちはもう、恵比寿に僕は忘れるしかないんで、はい、頑張ります。頑張りましょう。まあ大悟は飛ばして、岩井。はい、岩井。一応昨日予選に飛ばして、声が小さい。はい、そんなに小さくないでしょ。小さい。あ、本当に。はい、水産にも残ることができましたので、僕からもよろしくお願いします。でもだって岩井3位通過2位、2番です。3番って言ったら2番でした。2番なの。はい、すごい、すごいと思います。で、ちょっと嫌なやつに聞こうと思うんですけど、大悟くんの結果は。まあ、完走優勝しました。はい、はい、いつものことながら、はい、さすが。はい、2本目キャンセルで、キャンセルで、はい、2本目あれキャンセルする理由とかは、なんか今年からタイヤ本数の制限があって、はいはい、どっかで必ず、水槽2回分、はい、2000分走らなくちゃいけないタイヤが出てくるんです、うん、なるほど、なるほど。ということで4周走らなくちゃいけないタイヤっていうのがどっかで出てくるんですけど、なるほど。決勝まで考えると、ただ、単走1回キャンセルしとくと3周しか走らなくていいタイヤになるんですから、もうそれはトーナメント全てを考えた上の、ね、まあ、俺は勝っていくんだっていうのですね。決勝まで考えると、あ、ね、有利です。その点でもね、俺はね、メカニックにさっきね、タイヤどうします、もう残ってますって言われたけど、いや、もうどこまで残れるか分かんないから全開でいこうって新品入れました。で、はい、でね、よくスノコさんの方から、スノコにね、はい、皆さんから質問みたいなのがあるから、はい、で、そういう質問が、みんなが、選手が競技中に何考えて乗ってんのと、はい、競技中ですか。走ってる時ですか、待ってる時ですか。何でもいいんですか。どっちも。僕は、基本的にやっぱ走る時ってもう瞬間瞬間なんで、その時も多分対応に追われてて、あんま何も考えてない。何も考えてないから予選落ちたんだね。そうなのかな。でも一応走る前には全部シミュレーションして、それが考えなくても出るようにしてるけど、まあ、こういう時もあります。こういう時もあります。はい、あります。はい。で、まあ、大悟はいいや。いや、大悟はさ、こっちの。まあ、一緒っすよね。なんか待ってる時は、なんかこう走ろうみたいな考えて、動き出したらあんまり考えてない。これクイズでプレゼントですか。じゃあやっぱチャンピオン、今日単走チャンピオン取った大悟くんは違う考えを持ってるはずだよね。なるほど。はい、さんはでも俺何も考えてない。一緒じゃん。大悟さんから。僕は1本目何点くらいで通ろうかなと。おお余裕があるのね。大体大悟くらい、大体狙いは99点くらい1本目に、99から8を出して、あ、じゃあさっきのは1本目で、あれは予想より出ちゃったんですよ、ね、出ちゃった、はい、出ちゃったって言ってみたい、ね、やっぱラッキーって感じ。それでキャンセル、はい、っていうことみたいです。で、もう一つあって、はい、まあ、例えば皆さんが街乗り運転してるとか時に、まあいろんな状況で制御不能になるじゃないですか、車が。雨、そう、雨の日、例えば滑ることもある。滑ることあります。前の車がすごいいきなり急ブレーキ踏んで自分も踏まなきゃいけない時もある。そういう時ってどうすればいいのみたいな。
車が制御不能になった時僕たちはどう動けばいいんですか。マチュアのスタントドライバーの松井さん、ね、まあ、僕あの、はいはい、スタントじゃないんですけど、いろいろ、まあ、お仕事で、まあ、普通の車で、まあ、あのテール流したりとか、あの CM とか時々やってるんですけど、崖の上でやったりとか、ね、はい、あの某トヨタさんの落ちたら死んじゃえばいいみたいな、はい、流してもらってるんですが、うん、まあ、ああいう普通の車だとやっぱりあのレーシングカーと違って動きがやっぱ鈍いですよね。鈍いんで、まあ、極力そういう状況に陥らないようにやっぱ車間を取るあれがやっぱ一番じゃないですかね。そんなこと言い出したらキリないんですよ、ね、はい、でもまあ、うん、正直僕たちがドリフトしてて、はい、まあ、普通じゃない動きをしている車が、でもぶっちゃけああいう風に作ってるからできてる部分があるんで、例えば普通の車でいきなりね公道でやってみようとかっていう考えは絶対しない方がいい。例えばスーパーダイゴ先生でもさすがにそれは怖い時はあるよね。あの車は急には止まらないんですやっぱ安全第一ですね、基本は、はい、そういうことで終わり終わりなんだ、はい、じゃあ続いて皆さんからドライバーへの質問コーナーみたいな感じで、2名だけで質問していただいた方にはすのこさんから T シャツをプレゼントさせていただきます。誰か質問がある方は T シャツが欲しいからお前ご飯何が好きなんだでもいいんで大丈夫です、はい、質問、はい、早もん勝ちです。いいですか、 T シャツ余っちゃいますよ。じゃあどうぞじゃあ質問させてもらいます。皆さんあのドリフトやられてると、いつぐらいにやってみようとか、いいなとか、きっかけみたいな感じですか。どういう時だったの。僕の場合は単純にもう41なんですけど、41で結構いってんすね。はい、すいません。16歳ぐらいに友達のお兄さんがやってて、その時に流行ったドリコン GP カーボーイみたいなやつっていうビデオを見てしまったんですよね。見てしまったからかっこいいんじゃねみたいな、であとできたらかっこいいでしょみたいな感じで始めちゃいました。そうですね、よくあるパターン、はい、バカです、はいはい、どうぞ。僕もですね、まあ、全くよくあるパターンなんですけど、バイクで、高校生の頃走ってまして、まあ、膝すりというあのちっちゃいバイク乗って僕膝すりしてたんですけど、そういう会場の近くにやっぱフット、まあ、今はもう絶対やっちゃいけないんですけど、そういう会場の近くにドリフトをする会場もあって、いろんな車やバイクが当時走ってて、まあ、大昔の話なんですけど、そういうところでいろんな車を見てて、やっぱりドリフトかっこいいなみたいな、免許取ったら始めようと思って免許取ってドリフト始めました。はい、じゃあ、まあ、大吾先生は後で岩井は僕は、うん、あの単純に、車に乗っていた先輩にドリフトするとこ連れて行かれて、ちょっとお前もやってみようってなって、まあ、できないじゃないですか、まあ、当然知らないしできないしで行ったんで、できないって言ってないわけですでしょ。でそれで、なんでお前ドリフトできないのかってバカにされて、ちょっとまあバカにされるのは嫌だからちょっとやってみようかなカオニーアーズ負けず嫌いなんですね。じゃあ世界の大吾さんはきっかけは、まあ、あのすごくみんなと同じなんですけどあの峠で、うん、ドレスしてる車を見て、まあ、かっこいいなと、うん、やる流れで同じでございます。なるほど、まあ、結果の憧れからですね。そうです、まあ、みんなが、まあ、例えば大吾の走りがかっこいいからねやってみたいとかと思うのと一緒で、多分選手みんなそんな感じでやっていったと思います。思います。じゃあ質問ありがとうございました。大丈夫でしょうか。はい、じゃあこれをどうでしょう。もう一人だけ何かありませんか。はい、T シャツを何でもいいですよ。T シャツも今日朝何食べてきたのとか。どうぞ。はいはいはい。はい、すみません。免許証を取って一番最初に乗った車って皆さん何に乗ったんですか。ああ、そういうことですよね。まあ、僕はやっぱり最初に見たビデオっていうのが大きかったんで、その頃流行ってた86買っちゃいました。
でも1年後には俺には合わないってシルビアを買いました。はい、なるほ ど, どうぞ。同じでした。僕も初めて、もう免許取ってる教習所を通ってる時に譲ってもらい、駐車場でこう洗いながら早く免許取って乗るから待ってろよっつって気持ち悪いね。免許取った日に、はい、乗りました、はいはい、それはでもあの、ね、半年持たないで、ね、ぶつかっちゃったんです。最低だ、はい、廃車になっちゃいました。じゃあたまには大吾さん。僕はあのミニクーパーってちっちゃい車です。嘘でしょ。ほんと峠で事故ってひっくり返って終わった。それを持っていくのがすごいけどね。じゃあ岩井。僕は、先輩に、スカイラインが欲しいからスカイライン探してくださいって言ったら RX7 が来て、じゃあ買いますって買いました。RX7 買い。ちょっとなんかパシリ的な感じ。そうそうそう、お前これ買っとけって言われて、わかりましたっていう感じみたいです。はい、そんな感じです。はい、はい、どうぞ。じゃあちょっとグダグダで、グダグダになってしまったんですけれども、最後に皆さんであの、はい、中央に集まってもらって集合写真を撮りたいんですけども、はい、集合写真を、はい、集まって、はい、集まってください。もいいですか。でこれあのすのこさんの、